このチャンネルは、まあ基本的には英語についてのチャンネルなんですけれど、僕もう一つチャンネルがあって、それは、まあ趣味っていうかゲーム実況のチャンネルなんですね。これは、これは上を潰さなあかんね。で、僕は普段英語を教えてるんですけれど、その英語と、あとはこっちのゲーム実況っていうのと、全然こう関係ない感じがするじゃないですか。でもですね、このゲーム実況の方もすごいやってて良かったなって思うことがたくさんあるんですよ。例えばヒカキンさんと同じ舞台に立てたこととか。続いて沢健さんです。はい、どうも。受賞者の皆さんおめでとうございます。やばい、これやばいやばい。あとは松竹芸能の芸人さんとコラボさせてもらったりとか。耐えろ、耐えろ、ブレスドソーディアンのコンボ耐えろ。よーし、いいぞ。もうここが最後だ、ここが最後だね。よし。あとはゲーム業界で結構人気の方たちがいらっしゃるんですけれども、そういう人たちと交流できたりとか。普通だったら英語を教えてるおっさんがなかなか会えない人たちなのに、本当会えるチャンスをいただいたなって思ってます。まあ、当然ゲームなので、まあ、対象が結構若い人たちなんですよね。だから僕もその動画を作るときは結構まあアホなことやったりしてるんですよ。例えばまあこんな感じなんですけど、ボン、オッケー、あざます。まあでも基本的には僕自身もふざけるのは嫌いじゃないので、まあこういうちょっと一見アホみたいな感じなんですけれど、全然僕的には抵抗がないんですよ。でね、もう一つ良かったなって思うことは、これね、すごい結構大切なんですけど、若い人たちとの交流が増えたんですよね。例えば自分の生徒とか中高生の生徒とかも、通常だったら、まあ英語教えて、はい、さよならって感じなんですけれど、なんかね、ゲームの話ができるんですよ。ゲームの話が。どこまで進んだとか、ガチャ引いたとか、で、なんなら、生徒たちと対戦とかもできるんですよね。これが僕すげえいいなと思って。なんかそのゲームが唯一その生徒たちと対等になれる場所なんですよね。やっぱりその、まあ僕がやってるのは結構その対戦ゲームなんですけれど、それだともうなんかあんまり年関係ないんですよね。だからそれやってる間は先生と生徒というそういうレベル関係なしにもうガチでやるので、それがね楽しいんですよ。あとね、そのゲームのイベントとか行ったりすると、ああ沢健だとか言ってこう声をかけてくれたりするんですよ。で、この間なんかね、母親と小学生の子かな、僕のとこに来てね、写真いいですかとか言ってくださるんですよ。で、それは普通だったらね、40過ぎのおっさんと一緒に写真撮ろうなんてもう絶対普通は思わないじゃないですか。でもそのゲームをやってたことで、ああ沢健だって声をかけてくれるんですよ。なので、まあ、たかがゲームなんですけれど、僕はめちゃめちゃ感謝してますね。まあ、ただちょっとデメリットもあって、何がデメリットかっていうと、やっぱゲームってどっちかっつったら若い子たちの方がうまいんですよね。だからディスられるんですよ。僕あんまり強くないんで、ゲームで負けたりするとやっぱディスられるんですよね。で、特に YouTube のコメントとかなんて結構厳しいコメントが来るんですよね。まあそういうの見ててもね、まあなんだろうね、まあ可愛いなって思えるぐらいになってるんですけど、まあ10歳も20歳も下の奴らからディスられるっていうのは、まあまあちょっとね、苦手な人もいると思うんですけど、まあ僕はまあ全然慣れましたね。まああまりにもね、キモいやつはブロックすればいいし、それよりも10代の人とか20代の人たちとなんか対等にやれるものがあるっていうのが、僕はね、なんかこう40過ぎてできるって思ってなかったから、これはねすごく良かったですね。